山系チャンネル。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山氏です。今日は皆さんにね、脳トレの第3弾をやっていただきたいと思います。それではね、今日やってもらう脳トレはこちらになります。はい、まあ縦にね、まあね、まあ関連する言葉というより若干ね、関係のない言葉がまあこうバラバラに入ってますね。はい、これを自分の中で、頭の中でね、関連を勝手に作っちゃって、イノシシはなんか熱いとかね、魚なんかパクパクしながらうるさいみたいなね、感じで、自分で勝手になんか関連を作っちゃって、覚えてください。はい、で、1番のどっちか消して、2番のどっちか消してみたいな感じで、この後消えますのでね、どれだけ覚えられるか、覚えたなって思ったらもうね、ちょっと飛ばしていただいて自分で解いてみてください。はい、だいたい1分程度ぐらいで覚えられるようにね、していただければいいのかなと思います。はいね、だから短期記憶の記憶力を上げるためには、こういうふうにパッと見て関連付けて、で覚える練習をしていく、で答えるようにしていくとね、記憶力上がってきますのでね。はい、じゃあ動画止めていただいてね、覚えてください。はい、じゃあもうね、この部分部分消していきますね。はい、それではですね、皆さんこれね、ここ空欄になったところは何の言葉が入ってたかをね、自分の中で、頭の中でもいいので、ね、思い描いていただければと思います。はい、パパパッと、ね、まあどれだけだから覚えられたか、関連付けられたか、これで今の自分のね、記憶力っていう力もね、測れるっていうところにもありますのでね。はい、はい、まあそれが今の自分のね、力になるかなと思います。大丈夫ですか？はい、じゃあ、今回はね、こういった形の脳トレになりましたので、最終的にね、答えはね、写真で出させていただきますが、はい、じゃあ、次回もね、こんな形で脳トレどんどんやっていきますので、皆さんね、記憶力を上げて勉強に生かしていただければと思います。それでは失礼いたします。それではですね、記憶力が上がる脳トレ